どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ついにバージョン 2.6 の情報が来ましたね。新キャラはランハだけというところですが、復刻のキャラが激アツなキャラばかりとなりました。復刻のキャラに関しては、闇と陰月として最強耐久枠と名高いアベンジュリンになっています。この中でも特にアベンジュリンが登場してしまうと、現在来ているレイサのガチャにも影響する部分かなと思います。結構ガチャの優先度が変わりそうというところですよね。ということで今回は復刻のみを対象としますが、ガチャの優先度についてまとめて紹介をしていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず復刻の1人目、陰月について話していきたいと思います。キャラの特徴としては2つですね。まず1つ目、虚数特化の重量級アタッカーとなっています。陰月に関しては SP を大量に消費して通常攻撃を強化しながら戦うアタッカーとなっています。強化によって攻撃範囲とヒット数が大きく変化し、敵を葬ることができるようになっていますね。陰月が出た当時は初めての性能というところだったので魅力的な性能でした。また陰月に関しては虚数弱点に対して会心ダメージがアップするなど属性特化の効果もあったりします。そういった点から虚数弱点に対してはまだまだ強いアタッカーというところになっています。続いてポイント2つ目です。攻撃段階でバフが変わるというところです。陰月に関しては自身の持っているテンプによって強力なバフを得ることができます。このテンプには攻撃段階で得られるバフが変わるという効果がありますね。しかも最大で 60% の湯だめが得られるため非常に強力になっています。ロンケンと似たような性能になってるんですよね。ですがこれだけ強力なバフとなると制限もあります。こちらの効果の発動には自身の行動中のみが適用されるというところになります。次のターンに持続されないんですよね。なので最大効率を出すためには次ターンで必殺技をしっかり発動して、その後強化攻撃をするというのが一番いいところです。これがバフを最大限活かせる方法となります。ただ注意としては攻撃段階でバフが変わるというところになりますので、最大強化をしないとバフの恩恵は受けれないというところがあります。陰月に関してはバフ管理や SP 管理が非常にややこしいところがあります。これは未だに難しいところだなと思いますね。ですが虚数弱点に対してはテンプなどを活かせれば効果力を出せるのが非常に魅力的なアタッカーとなります。この点に関しては未だに強力な部分となりますので、虚数弱点の相手に対しては陰月で強気にいけるっていうのは変わらずっていうところになります。続いては闇の特徴について話していきたいと思います。こちらもポイントは2つです。まず1つ目、特殊必殺技で戦うアタッカーとなります。闇の必殺技に関しては EP を消費しない特殊な型となり、発動に苦労する分それに見合った火力が出せるアタッカーとなってます。EP の代わりに残務というものを獲得する必要がありますので、その点が大きな違いというところになりますね。この残務の獲得にはデバフを付与するということが重要となりますので、デバフキャラは必須になってきます。こちらの必殺技非常に強力な性能となってまして、弱点無視の人生削りに全体性ダウンもあります。さらに湯だめバフもありますので、一気に火力を出せるという必殺技の性能になってるんですよね。結構壊れた性能のキャラとなっていますので、必殺技を使うだけで強いアタッカーというところになります。続いてポイント2つ目です。味方デバフがかなり大事というところですね。予備に関しては必殺技に依存したキャラクターとなります。そのため残務獲得のために味方のデバフを意識する必要があるというリスクがありますね。リスクと言えるまであるかというところですが、かなり大事な要素です。そのため味方はデバフ持ちが必須になりますので、編成の合わせ方が非常に重要となります。そのため虚無キャラは必須級に欲しいところとなりますね。また闇に編成合わせるとなった場合、味方が通常攻撃、スキル、必殺技それぞれがデバフを付与できるような状態にしないといけないため、高遠征のコントロールが必要だったりもします。そういったところが闇を使う上での特徴というところになりますね。読み自体というよりも読みの周りがっていう感じになります。読みに関しては必殺技が強いっていうのはもちろんなんですが、回転率を上げることを意識して戦うと火力を存分に振るえるアタッカーとなっています。単体で戦うというよりも味方との連携が重要になりますので、味方選びも大事なキャラクターというところになります。続いてはアベンチュリーの特徴についてになります。こちらもポイントは2つです。まず1つ目、最強格の耐久キャラというところです。
アベンジュリーに関しては耐久枠ながらバリアだけでなくデバフ抵抗や必殺技の火ダメデバフがありますので、役割が多いキャラとなっています。耐久だけをこなせばいいっていう感じではないんですよね。他にも恩恵があるっていうのが嬉しいポイントです。しかも防御力を上げれば自身の回心率を上げれる性能もありますので、火力面でもちょっとだけサポートができるようになってます。これに関してはアベンジュリンの攻撃参照元が防御力になっているのも大きな要因ですね。単純に防御力を上げればバリアの耐久値も上がるし、攻撃力も上がる、さらに回心率も上がるというところで、かなり高性能なキャラとなっています。続いてポイント2つ目、高頻度でバリアを展開できるというところです。先ほど能力面でもいいところは話してましたが、このバリアの展開の速さっていうのも魅力的なところです。アベンチュリーに関しては追加能力の解放でカウンターの際にバリアを付与できるようになります。これによりスキルとカウンターによってバリアを張れる機会が増えるため、場合によっては SP 消費なしでバリアを延々と張るっていうことができます。敵の攻撃を受ければ受けるほどカウンターがチャージされていきますので、それの発動に合わせて再度付与できるってことができます。これより SP 消費をしなくてよくなりますので、めちゃくちゃ強い要素かなと思います。ただ EP 効率は落ちてしまいますので、バランスが大事っていうところですね。アベンチュリーに関しては耐久面においてバリアを維持しやすい性能を持っており、 SP 管理面においてもかなり優秀というところになります。しかも性能的には防御力を上げるだけで回心率もダメージも上がるっていうところもありますので、火力面においても性能は高めっていうところが嬉しいポイントです。それでは各キャラのガチャを引くメリットや選ぶ基準について話をしていきたいと思います。まずは陰月からです。陰月に関してですが、虚数のアタッカーで困っているな引くのはありっていうところです。また宇宙の郊外で活躍させるっていうのもありですね。陰月に関しては虚無弱点に対しては現在でも高ダメージを叩き込める優秀なアタッカーとなってますので、ここに関してはかなり強いかなと思います。ただし SP 消費が激しいので、花火や低雨の所持状況によっては扱いやすさが変わるというところですね。これに加えてポコモンいると楽になるかなというところです。また宇宙の光害について活躍がしやすいというのもありましたが、これに関しては繁殖の運命と相性が最高すぎるというのがあります。繁殖の運命の解放が必須にはなりますが、楽にクリアができるようになりますので、陰月は欲しいキャラだなというところになります。続いて黄泉についてです。黄泉に関しては強力なアタッカーを所持しておきたいならありっていうところです。ただし虚無キャラ育成が必須っていうところですね。黄泉に関しては必殺技の火力は未だに強く、殲滅力が高いため、必殺技で気持ちよくなりたい人にはおすすめのキャラとなっています。この性能の高さから裏庭などのエンドコンテンツにおいては、まだまだ猛威を振るっている高性能のアタッカーになるんですよね。ですが黄泉をちゃんと使うためにはバフを生かす必要があります。そのためには虚無キャラを育成してしっかり使っていく必要がありますので、このあたりのバランスが大事かなと思いますね。特に昇級を持っているかどうかでデバフの付与効率が変わるところがありますので、味方選びも結構大事なキャラとなっています。続いてアベンジュリンについてです。アベンジュリンについては耐久枠が不足しているなら最優先で確保したいキャラとなっています。また追加攻撃主軸の人は必須級に欲しいキャラというところですね。結構欲しい要素が詰まったキャラかなと思ってます。アベンチュリーに関しては全体級の中でもバリアの性能とデバフ抵抗に優れたキャラとなっています。デバフ抵抗最大でプラス 50% できるのも結構強いんですよね。しかも追加攻撃や読み編成でも必須級で活躍はしていますし、その他の編成でも入れておけば問題なしの性能となっています。文句のつけようのない性能というところなんですよね。しかも耐久枠でカウンター持ちってところになりますので、エンドコンテンツでも耐久枠ながら攻撃や人生削り担当として大活躍しています。このあたりはレーサと似たようなところもありますが、まだまだアベンチュリンの方が強いのかなと思っています。3人のメリットや選ぶ基準に関しては以上となります。まあ今回に関してはアタッカーと耐久枠というところで比較しづらいところがありますが、アベンジュリンが活躍の幅が広く耐久枠ながら引くメリットとしては大きいキャラとなりますので、アベンジュリンがちょっとリードしてるかなというところになります。それでは続いて復刻キャラの相性がいいキャラを見ていきたいと思います。編成を組む際に意識したいキャラでもありますね。それでは陰月から見ていきたいと思います。陰月と相性のいいキャラの特徴としては、SP 管理ができる花火は必須級に欲しいというところです。まあ、カーナでもいいところですね。その他に必殺技で SP を節約したいので EP 回復ができるキャラ。
またバフやデバフキャラを入れてダメージ強化を狙うっていうのもいいです。そうなった場合欲しいキャラとしてはまず花火ですね。続いて EP 回復ができるテウンフォフォ、最後に火力面でカバーできるヌアンを入れたりっていうのがいいところとなります。個人的にはだいたいこの4人を回しながら使うってことが多いですね。続いて弓についてです。弓と相性のいいキャラの特徴としては3つですね。デバフ付与が何かしらできるキャラは必須級に欲しいっていうところです。なのでキョムキャラを入れましょうっていうところですね。続いて防御系デバフで火力の底上げをしていくっていうところです。自己バフが強いのがありますので防御系デバフを持ってるキャラの方が良かったりもします。また回心率が非常に大事なキャラとなりますので回心剣のバフを加われるキャラも重要というところです。この3つの特徴を押さえた上で合わせたいところとしてはキョムキャラとして昇級、銀狼、ペラがいいです。キョムキャラに関しては高円錐で通常攻撃にデバフを付与することができますので SP を管理しながら戦うことができます。また耐久枠としては復元を採用するのもありですね。回心率がアップするので非常にいいところとなります。もちろんアベンチュリンを入れるのもありです。続いて3人目アベンチュリンです。アベンチュリンと相性のいいキャラの特徴も3つですね。1つ目は追加攻撃をしてくれるキャラです。できるだけ追加攻撃持ちのキャラの方がいいです。また必殺技のデバフを活かせるキャラクターっていうのが必要ですので必殺技が強力なアタッカーが重要となります。必殺技はなるべくダメージを与えれるキャラの方がいいですね。その上で追加攻撃の連携ができる組み合わせっていうのも大事です。キャラ単体というよりも編成自体での組み合わせを見るのも大事かなっていうところですね。その上で相性のいいキャラというところで言うと秘書、霊障が追加攻撃においては相性がいいキャラとなっています。この2人に関しては必殺技はもちろんですが追加攻撃の頻度が高いので相性が良くなってます。続いては予備ですね。予備の必殺技の火力を上げることができるのでデバフ付与というところでは相性がいいところになります。またその他のサポート面の強化というところではトパーズを合わせたいところです。アベンジリンとトパーズ相乗効果がありますのでこの2人を合わせておくと強いというところですね。またアベンジリンに関してはロビンとも相性が良くなっています。追加攻撃特化の編成を組む際はロビンとアベンチュリンをセットにしておくととりあえず火力がアップだったりとか強力になりますのでロビンも相性のいいキャラとなっています。3人の相性がいいキャラについては以上となります。それぞれ相性のいいキャラを見ていくと欲しいキャラっていうのが異なるんですよね。特にアタッカーに関しては手持ちのキャラの影響を受けるところが大きいのでしっかりと把握しておいた方がいいっていうのがあります。ただ2人に関してはメインアタッカーとして強いところがあるので味方の揃い具合というか星4でも賄えるというのが嬉しいところです。ただアベンジリンに関してはどこにでも入れれる耐久枠っていうのはもちろんですが追加攻撃持ちと合わせるとさらに使いやすさであったり性能を活かせるってところがありますので編成の偏りは多少は出てくるかなっていうところになります。それでは最後ガチャに優先度について話していきたいと思います。まずは復刻枠内でのガチャ優先度についてです。順番としてはアベンチュリン、ヨミ、インゲスとなります。この3人だとアベンチュリンが断然優先度が高いっていうところになりますね。アベンチュリンは編成の幅が広く活躍がしやすい環境っていうのがまずあります。なので欲しい一つの要素になるんですよね。ですがそれよりも欲しいところっていうところはバリアの付与がとても効率が良く、さらに火力面でもデバフ攻撃等に味方のサポートができるのが非常に優秀なところとなっています。性能面的に結構高い性能となってるんですよね。なかなか強いなと思うところがありますのでアベンチュリンは優先度的に高くなるなっていうところがあります。今回は復刻枠内で話していますがキャラ全体的にも欲しいキャラの一人っていうところになりますね。では続いてヨミとインゲツの優先度が低い理由についても話していきたいと思います。この2人に関してはアタッカーとしては申し分ない性能となっていますがアベンチュリンが優秀すぎるだけっていうところになりますね。この2人に関してですがエンドコンテンツの活躍具合というか適性に関してはまだまだ高く未だにお世話になっています。そこまで扱えないとは思ったことはないですね。全然活躍はできるなと思ってます。ただしゲームの特性上どうしても耐久枠の方が寿命が長くなる傾向にあります。なのでアベンジリンなどの高性能の耐久枠を所持していない場合はアベンジリンの優先度がどうしても上がってしまうってところになるんですよね。ユミとかインゲツを見てもらうといいんですがホタリや秘書の登場によってちょっと活躍の幅っていうのが狭まっているところがあるんですよね。そうなった時にアタッカー入れ替え候補としてどんどん変わっていくところがありますのでどうしても強い耐久枠などを優先して選ぶってところが出てきます。それでは最後に
復刻枠から見た今後のバージョン予想っていうものをしていきたいと思います。その中で気になったのが、陰月がバージョン 2.7 で化ける可能性があるっていうところです。これに関しては 2.7 で登場する予定のサンデー次第の性能で虚数強化が入るからです。サンデーの実装は決まったっていうのがありますが、こちらに関しては調和の虚数キャラということになっており、主人公よりも強い調和キャラになる可能性があるんですよね。まあ限定星5になるので必ず強くなるなと思ってます。そうなってくると同じ属性の陰月や霊障が強化される可能性は十分ありえますので、もしかしたら 2.7 で陰月が化けるのではないかなと思ってます。まあ何型の調和キャラになるのかっていうところですね。撃破なのか追加なのか、それとも単純にバフが強いキャラなのかっていうところで調和の位置づけがわからないところがありますので、どういった強化を受けるかわかりませんが期待が高いなと思ってます。個人的にはこれで虚数キャラが救われるといいのかなと思っています。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。